40歳からの早引き。はい、こんにちは、バートマンです。今日は4日目になりました。はい、4日目はですね、右手と左手を使ってやっていきましょう。まあ、以前アップした早引きの動画と、まあ、内容は似てくるんですけども、もうちょっと、細かいところまで気を使って説明していきたいと思います。はい、それでは左手も練習してきましたね。左手もこうやって練習してきました。右手も練習してきたはずです。もしやってない方は前に戻ってくださいね。というわけで、右手と左手の準備が整ったはずです。じゃあこれを実際弾いていきましょう。じゃあ弾くときになんですけども、ゆっくり合わせるなんてしませんゆっくりゆっくり弾かないと間違えてしまうんだよなんて言うでしょ。それは準備だと思います、僕は。皆さんね、ゆっくりゆっくり弾けって言うと思いません？でもそれはね、それは必要ないですで、あ、いや、あのね、他の方が教えてるのとはちょっと違うんですよ。何が違うかというと、僕はここまでなんと3日間もかけて準備してきたんですよ。準備しましたよね。で、他の方がゆっくり弾けというのは、その準備期間も全部含めていきなりやったパターンだと思いません？準備も何もしてないから、準備も兼ねてゆっくり弾きなさいなんですよね。自分の体に覚え込ませるために。でも僕がやってるのは準備期間がすごい長いもんですから、もう準備は OK なわけですよ。じゃあ何をやるかというと、やっぱり速く走るための筋肉をつけなきゃいけないわけですよね。はい、そう思いません？速く走ろうとしないと9秒なんか出ません。で、ゆっくり走ってたらいつか速くなるかなんて、そんなことありえませんよねだから速く走らなきゃいけません。速く走ろうとしてできないところをゆっくり考えなきゃいけません。わかりますか？なので、いきなり速く、いきなり速く、いきなり速く弾いてください。準備でこれをやりました、ね、やりました。で、右手も連打ができるようになってると思います。わからなかったらコメント欄に書いてください。で、ショットスピードの速いピッキングと鍛えられた左手を使えば必ず同時に弾けるはずなんですで、なかなかそういうふうにはいきませんよね。なので、まずは、右手だけ、3弦を連打できるようにしてください。できるようになりましたら、1回だけ、以前2日目にやったテラレラを入れてみましょう。タカタタカタ6連符ですね。6連符で考えますよ。これで、ね、この中に6連符をタカタカタって入れるんです。右手のスピードに追いつくように、追いつかなくてもいいです。でも追いつくように一瞬パッてやってみてください。 できたら2度やります。いきます。という感じで2回3回4回と増やしていってほしいんです。これも1回やり、間を空けて休んで、このスピードをもう1回聞く。なるべく間を空けながら、このスピードにだん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 慣れつつフレーズを増やしていく。それが4回できるようになったら、4回の束をタカタ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 
って弾いて休む、タカタタカタタカタっていう風にやりながら、左手が、疲れないなと感じたら一気に連続でやってみてください。という感じでやるわけですが、ノイズとかね、他の弦を叩いちゃったのとかも忘れてください。もうなんか弾いちゃったら左手でパッと止めてもいいですし、あのノイズとかはいいです。もうあの右手がねミュートもしてませんから、もう鳴りっぱなしでいいです。まずそれが追いつくようになったら、音が聞かなくてもいいです。追いつくようにさえなれば、あとはこっちのもんですから、じゃあパターンを変えます。で薬指の方にします。それも同じように1回だけやる、2回やる、3回やる、まあ4回やって繰り返していくっていうふうにやるんですけども、それが終わったらですね、以前コメント欄にこういうご質問がありました。ミュートとの関係がどうしてもわからないと。まあ確かにこうハミングバードピッキングって手を浮かしている状態、バンヘイレのハミングバードピッキングでやるとかですね、まあ手首をこうやって浮かしている状態なので、浮かしている状態なのでどうしてもミュートが効かないっていうのはもうその通りなんです。でもそれは今練習だけの話で、練習だから大きく振ってもらってます。なぜかというとショットスピードをキープしたまま早く弾きたいからなんですよね。なので大きく振ってもらってますが、実際のプレーではもっともっと小さくていいんです。当たってる距離が小さくていいので、その何て言うのかな、ピックの先端だけでうまくこの全集中回転のピッキングが先っちょだけでできるようになってくれば、動きがちっちゃくできるんですよね。最初こうやってたものが、こうちっちゃくできるようになってます。すごく弦のギリギリをこう擦ってるような形というか、こう叩いてるような形にできます。となってくると、あとはここにパームミュートを、こうパームミュートね、このパームミュートを入れても、同じような回転ができるはずです。ミュートはね、パームミュートを多分ね抑え込んでる人はどうしても手首が動かなくなるのでできなくなると思うんですが、パーム部分が、軽く弦に触ってればパームミュートが完成するので、軽く触りつつ手首がこう回転してるような感じなので、一つ言えるのは、ここにね、こうこれとかもそうなんですけど、あんまりここに削られてないんですよね。なんて言ったらいいんだろう、ここエルボーカットっていうんだから、エルボーカットされてないやつって非常にこのね、肘からここまでがギターに当たってますよね。これってね、回転がしにくいんですよ。ただね、立った時には問題ないので気にしなくていいんですけど、座って演奏してる時はどうしてもこう腕の身の部分がですね、ボディにくっつきすぎて回しにくくはなりますんで、そこはちょっと浮かすなりなんなりして工夫して、腕が回転しやすいように保ってほしいんですけども、回転してしまえばこのパーム部分が弦についてても、弾けるようになります。はい、というわけでミュートと全集中回転のピッキングの、ね、お話でした。うまいことね、共存させながらやってください。もしピッキングがですね、どうしてもこうピックの先端だけ当ててる感じがこうつかめないっていう方はですね、スタイラスピックというのがあります。一応ちょっと数が少ないんで、お安くできてないんですけども、僕のウェブショップの方でも発売しております。もしくは海外の方から取り寄せていただければいいかなと思いますけども、スタイラスピックというのがあって、先端で弾かないと弾けませんっていうピックがあるんですよ。それでね、僕も実は矯正しました。それでね、いろんなこと結構覚えましたね。なのでここも大人ですから、経済力を使っていきましょう。経済力をね、はい、若者にできない経済力を使って、ギターをクリアしていきましょうというわけで頑張って練習してみてください。
というわけで、参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それでは。